怒られ続けてきたのでお前は何も考えてないと。そんな感じで最初の頃とかも本当そうやって進めてきて、やっと最近考えられるのって、試合中でもプランをちょっと変えたりとかもやっと最近できるようになったって感じです。あと僕は絶対その格闘技やっている中で絶対やりたいのは、その長男さん対アンデルソンシルバみたいな、そのみんなの記憶に残る、引退した後とかでも死なない生き残る試合をできる選手になって、そこを目指して。シュートで、ランキングがあって環太平洋のベルトを持っていて、まあ、自分が取るとき誰が持ってるか分かんないですけど、そこを取りに行きたいなと思ってます。まあ、でもここで戦って勝っていかないと、そのシュートの先もう日本の先の世界で戦えることがかなり難しいので、ここで勝っていかなきゃいけないなと気持ちです。みんなにとってはただ東京で頑張ってる伊藤ジョージかもしれないですけど、僕の中ではここでもうなんか自分を変えたいとか上目指したいみたいな気持ちで気合い入れて人生かけて頑張りたいと思ってるので、応援してくださる方、マルセルのお母さんとお願いします。